プログレス M-08M は国際宇宙ステーションへの補給活動に使用される無人宇宙補給機である。NASA による名称はプログレス40。2010年10月27日15時11分にソユーズ・ユーロケットによりバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。本補給船の形式はプログレス M11 回 615A60 であり。 この形式としては8番目に打ち上げられたプログレス補給船となった。また2010年に打ち上げられた5番目のプログレス補給船となった。本補給船は RSC エネルギアで製作され、ロシア連邦宇宙局で運用されている。第25次長期滞在を実施中に国際宇宙ステーションに到達し、第26次長期滞在を実施中の2011年1月23日に、 ドッキング解除されるまで国際宇宙ステーションにドッキングした状態であった。2010年7月24日、プログレス補給船の打ち上げに使用するソユーズ U ロケットを乗せた鉄道車両がバイコヌール宇宙基地に到着した。プログレス M-08M 補給船は9月3日にバイコヌール宇宙基地に運ばれた。プログレス M-08M 補給船を乗せた。 ペイロードフェアリングは10月22日、宇宙船組み立て試験施設からロケット、組み立て試験施設へと運ばれ、10月23日に、ソユーズ U ロケットとの組み立て作業が行われた。10月25日、プログレス M-08M 補給船を乗せた、ソユーズ U ロケットはロケット組み立て試験施設から運び出され、バイコヌール宇宙基地の発射台に据え付けられた。 プログレス M-08M を乗せたソユーズユーロケットの打ち上げは10月27日15時11分50秒に実施された。打ち上げは無事に成功し予定されていた地球周回軌道に投入された。国際宇宙ステーションとのドッキングは10月30日16時36分に行われた。ドッキングはクルス自動ドッキング装置でトラブルが起きたため、 トルを使った ISS からの手動操縦によるドッキングに切り替えて行われた。経営 2572kg プログレス補給船は、米国中部標準時間2011年1月23日午後6時42分に国際宇宙ステーションから分離し、その後、大気圏に再突入した。ありがとうございます。